アミーナ役のラムゼ・エイムス博物館でカリスが主演を殺すシーン、執念のミイラは1944年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。ミイラの復活から始まったユニバーサルのカリスシリーズの3作目で同年のミイラの呪いに引き継がれる。前作ミイラの墓場に続いてロン・チェーニー・ジュニアがカリスに扮した。 前作で炎に包まれ死んだと思われたカリスだが、実は生きていた。大アンドヘブは新たなる後継者にユセフイを指名。カリスとアナンカ王女のミイラをエジプトに連れて帰るよう、アメリカに派遣する。カリスを召喚する方法は、満月の夜に棚の葉9枚を煎じること。しかし、ユセフイが実行する前に、象形文字を解析したノーマン教授が実行。 教授はカリスに殺される。アナンカ王女のミイラはスクリップス博物館に展示されていた。回収に向かったユセフベイダがカリスの手が王女に触れた瞬間、アナンカ王女の体は土に変わる。安息の地を離れると魂が転生するからだ。アナンカ王女の魂はエジプト人の血を引くアミーナに乗り移っていた。アミーナを誘拐したユセフベイダが使命を捨てて、 アミーナを自分のものにしようとしたためにカリスに殺される。アミーナの恋人の大学生トムは警察と共にカリスを追跡する。しかし、アミーナの肉体は徐々にミイラ化し、ついにはカリスに抱きかかえられたまま沼の底に沈むのだった。アミーナマンソーリ役はアクアネッタが決まっていた。しかし、撮影初日、気絶するシーンを演じていたところ、 ハリボテと思って落ちたところが本物の岩だった。彼女は脳震盪を起こして病院に運ばれた。撮影中断を望まなかったユニバーサルはピンナップ美女のラムゼーエムスを新たにアミーナ役に起用し撮影を続行した。カリスが博物館で主演を殺害するシーンでは勢い余って本物のガラス窓を壊し飛んできた破片がミイラのラバーマスク越しに チェーニーの顎を切った。映画でも、その出血が確認できる。前作からカリスを演じたチェーニーは、自作でもカリス役を務める。クランクインは1943年8月23日、アップは9月1日。ありがとうございます。